夏チャレ、今回も始まりました。夏チャレ11回目です。さあ11回目なんですが、約1年ぐらい続いてきたこの夏チャレ、なんと今回で最終回なんです。まあでも1年近く続いたので、まあ、すごくありがたいんですが、最終回なので、もうここはもう絶対にいいところを見せたいなと、相当気合が入ってます。まあ、てなわけで今回気合十分なんですが、この番組はですね、私夏美が、ツイッター、まあ、パチガブの公式ツイッターでも、打ってほしい機種を皆さんに募集しまして、その中から私が機種を選んでそれを実践する番組です。でその毎回その打ってる時にミッションがあるんですけれども、そのミッションを達成すると1ポイントゲットで、合計10ポイント達成すると豪華ご褒美がもらえるという感じなんです。で、今現在8ポイントあるんですよ。だから今日最終回じゃないですか、2ポイントないといけないんですよ。今日実践する機種はですね、皆さんからすごくご要望の多かった今めちゃくちゃ話題の機種、大工の源さん超イダテンですね。これ私前回のリングもそうだったんですけど、初打ちなんですよ。でずーっと打ちたくて、でもやっぱりこうね、こう最近のね状況というかね、世間世界の状況的に、まあ、そんなにパチンコを打つ回数も前よりもないので、なかなか打てなくて、やっとね打てると思って今日選ばせてもらいました。で今回のミッション2つあるんですよ。だから1ポイント1ポイントずつで、どっちも達成すれば今日ご褒美なんですよ。どっちも一応ね、もう1つ目のミッションは出玉関係ですね、1万発でクリア。もう1つがいつも通り、まあ、演出系なんですが、まあ今出てますかね、この演出を出せばクリアなんですけど、これ厳しい、わかんない。私今日実は初打ちなんですよね。なのでこう今日初打ちなんで、こう演出のバランスはわかんないんですけど、この演出ミッションがね、見た感じでもなんか難しそうだなと思ってちょっと怖いんですけど、初当たりさえまあ何回か弾けたら見れるんじゃないかなと思うので、連チャンさせつつ初当たりも今日はまんないようになんとか頑張っていきたいと思います。最終回にね、ほんと笑顔で、あのプラス収支でさらにご褒美もゲットして終われるように頑張るので、皆さん応援よろしくお願いします。頑張ります。てなわけで今日頑張りたいと思います。実践スタート。実践開始。さあというわけで早速打っていきたいと思います。すごい打ちたかった台なのでめちゃくちゃ楽しみです。なんか今日すごいいける気がします。私ちょっとここずっと多分6連敗ぐらいしてるんですけど、パチンコで、なんか今日いける気がする。頑張ります。さあそれではスペックの方を紹介していきたいと思います。大当たり確率が約318分の1ミドルタイプですね。で1種2種混合タイプになります。源さん、今回の源さんの魅力は何といっても右打ちの、継続率がなんと約 93% のラッシュなんですけれども、このラッシュ突入率が60.2% ですね。でラッシュに突入すると3回転の時短プラス保留の1回、4回転回せるんですが、そのラッシュ中の大当たり確率がトータルで、まあ、約2分の1ということで、
だからもう継続率がめちゃくちゃ高いという、なおかつめちゃくちゃ早い、もうほぼもう秒で次の当たりが来るという、だから時速3万5000発とか、まあ、本当に大丈夫っていう速さを誇っているので、今大人気話題機種ですね。なので私も今回それをね、ぜひとも味わいたいわけですよ。なんとか最後に優秀の美を飾りたい。で今ちょっと怒ってますね、リールロック2段階かなから発展かな、連続予告リールロック3段階目まで行くとバトルリーチ行くんですけれども、前半以上の子か、多分2段階だと思うんですよね、初めて見たんですけど。あ、一応炎のこれがランクアップしていくんですけど、最終的に極限がつくと激アツなんですよ。極限炎炎これ4段階あるうちの2段階目ですね、だからちょっと弱い。なるほどね、リールロックはやっぱ3段階いかないとダメっぽいですね。炎がねランクアップしていく演出あるじゃないですか、炎レベル、それが普通の演武だと、連続予告が発生するって結構演出の司祭になってて、でその演武に弦がつくとロングリーチ以上で、極限演武でバトル後半以上ということになってて、極限演武っていうのが今回すごい演出ミッションにもあったと思うんですけど、それがやっぱりちょっと出したい演出の一つというか、激アツ 60% ぐらいあるのでそれ見たいですね。あとは同じぐらい熱いのが、無限乱舞ゾーンか、なんでしょう、連続予告のちょっと上位バージョンみたいな感じですね。あ、炎保留、これ一番弱いやつかな、3段階あるうちの金っぽいやつがすごい近い。あ、一応赤のチャンス目来ましたね。さあ止まる、止まりましたね。あ、ロゴを片落ち右、初めてですね。とりあえず連続予告3回、今日初だよね確か。あ、激アツが欲しい。すごい足りない感じがすごいありますけど、切った、いいじゃんいいじゃん、 60% ありますよ。おい、急に来ましたね。お願いお願い。あ、じゃあシャッター閉まりました。本日初バトルリーチ発展ですね。わかった、出なかった。一応後半で発展すれば 40% ぐらいあるんですけど、あとは大竜かな、大竜だったらね、その時点で結構熱くて後半も発展濃厚。テロップもね、赤とか金があるんですが、あ、原産カットインきました。お、後半いかないの、あれ、ってかこれ後半なの。これ後半ですか。後半だったのかな、シャッター閉じたから急に後半だったのかな。え、ちょっとね初めてなので
よく分かってないですけど、ごめんなさい、今の後半だと思います。ダメなんだ、あれだけじゃやっぱり。リーチ中のチャンスアップ弱かったのかな。一応でもただ外れちゃいましたけど、無限ランプゾーンさっき出たので、演出のミッションの、4個あるうちの1個はクリアしましたね。一応はあとは次当たれば極限演舞も出るんじゃないかな。なんかやっぱこれが鍵になりそうですね。極限演舞やっぱあると当たりが近いような気がしますね。見たことないですけど、まだ出したい。夏チャレ、いやもうびっくりするぐらい何も起きないですね。あのバトルリーチ後半一回行ったのが唯一の、まあ見せ場というか、200回転以上回してますけど、すごいやっぱシンプルですね。あ、全然すごい嫌いじゃないですけど、本当こういう方が好きなんですけど、一応ノーマルモードでやっててこういう感じですね。こう無駄なこう発展とか意外としないんですね。弱系のリーチとかはまだ1回も出てないですね。ロングリーチか、ロングリーチ多分出てないと思うんだけど、出たのかな。でも多分ほとんど出てない、意外と発展しないんだなって思いましたね。無駄に発展しない。久しぶりになんか発展しましたよ。さあ極限演舞に行けばいいんですけどね。キャラ系のロングリーチ全然ダメ。いやあ、お願いチャンス、いけ。あ、ダメか。継続？あれ激圧？お願い激圧止まって。激圧だよな。だよね。あ、来い。行かない。なかなか行かないな。すごいバトルリーチすごい久々に見ましたね。いやーちょっと厳しいかな。結構お、なんか心音的な。あーダメか、ダメかよ。意外とバトルリーチの前半もそんな行かないんですよね。いや、たまたまですか。本当数えるぐらい、片手で余裕で数えられるぐらい、もうすぐ300回転近く回しますけどね、すごいシンプル。最終回なのにしょぼすぎて、今のところちょっと落ち込んでます、若干。夏チャレ、あ、入賞時フラッシュ赤来ましたね。これ激アツ来ました、急に来た。一応赤炎来ましたね。あ、ここはゲンさんなんだ。いやこれは激アツでしょう。60杯以上あったと思います。図柄拡大、あ、来た、左来たよ。図柄も拡大してますね。これはいいですよ。いい、あ、チャンスボイスか。激アツ聞いてみたかった。うわ、熱い。ノーマルリーチカットイン金、これは熱い。いや、これは強一ですよ。お願いします。すごい派手。いやー、こんなに綺麗なんですね。お、あ、来い、来ない。いや、ほんとお願い。外したくないよ、これは本当に。
チャンスアップ他にない？ボタンも出ないか。お願い。あーよかったよ、さすがに当たりました。よかった、あーよかった。結構盛りだくさんでしたもんね。あーよかった、若干ちょっとハマっちゃいましたね。514回転目、いや嬉しい、よかった。なんでやねんって、よかった、ありがとう。さあただ七つ柄以外はまだちょっとラッシュかとかわかんないので、この後のこの後のチャレンジですね。2種類あるんですけど、まあバトル告知にします。一応バトル告知の方でやっていきたいと思います。残り1000体か、1000体は多いな。あ、一応炎ボタンありますよ、頼むよ。527、このね数字にもいろいろね濃厚パターンがあるみたいなんですけど、すっごい細かいんですよ。頼む、許してくれ、あと3回。108残り、お願いだよ本当に、頼む。42、どうなんだろう、最後炎ボタンですよ、これ決めたいんですけど、本当にお願い、本当にお願い、お願いします。あっ、来ました、やったー、ありがとう、やりました、やったよ、めちゃくちゃ嬉しい。いや初めてです、めちゃくちゃ楽しみ、ちょっと頑張ります。あーびっくりした、秒で当たります。まあ、カウントを321っていうカウントダウンするんですけど、そう数字が出ずに図柄が揃うと当たりっていう感じですね。やったエクストラ、3ラウンドと9ラウンドあってエクストラで9ラウンド昇格ですね。よかった、3、やだやだ、当たって、やだ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 、くそー、ダメ、ラストチャンスか、うわーファイナルジャッジらしい。チャンス、ちょっと 93% ですよ。いや本当やめて。あ、一応ここのね色が変わるみたいなんですけど、赤まで行けばねいいんですけどね、入れるかとりあえずちょっと昇格させます。おい頑張れよ、やだよ、お願いだよ、やだよ、本当にお願い。いやちょっと本当怖い、行きます。嘘でしょ、 93% だよ、 93%。 ボタン来い、ボタン、え嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ。秒で当たりますけど秒で終わりますね。うわーこれ本当に混むわー。ちょっと私本当最近ついてないんですよ、なんか呪われてんのかな、いいことないし、いいことないんです。そしてはぁ、頑張ります、また頑張ります。うわもうショックだな。夏チャレー。
前半戦終了しまして、最初どうなることかと思ったんですが、ちょいハマりの後に、ラッシュ入ってほぼほぼ即落ちしまして、今回はまあ演出のミッションと、1万発を出すっていうミッション2つあるんですが、演出はまだですね、まだ全部も出てないんですけど、このあとラッシュの連チャン次第では1万発のミッション全然狙えていけると思うので、後半ではそれを狙いつつ大幅なプラスを目指して、優美な素晴らしい最終回にしたいと思っております。はい、てなわけで、今回この辺なんで終わりなんですけれども、もしよかったら、チャンネル登録と高評価のいいねボタンよろしくお願いします。あんまりまだいいところ見せてないですけど、これからの期待も兼ねてぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。というわけで、次回本当の最終回の後半戦見てください。